3月末で勤めてた大学病院でお医者さんの仕事を辞めて、今自分自身の仕事をしています。まあ、お医者さんっていうのは全然悪い仕事じゃなくて、患者さんにも感謝されるし、お給料もそこそこもらえるし、じゃあそういうのと引き換えに私が一体今何をやっているか、それが医療大麻の合法化活動になります。大麻というこの植物は長い間違法薬物として禁止されてきましたけれども、近年世界中で薬草としての価値が再発見されることにより、ルールが各地で変わりつつあります。日本では大麻というとダメ絶対と、でそこでみんな考えることをやめてしまうけれども、ちょっとね、一歩踏み込んで考えてほしいんですよ。そもそもドラッグって何でしたっけ？僕らの暮らしはドラッグに囲まれています。今道を歩けば右も左もドラッグストアで、この後僕らが乾杯するお酒も、ちょっと疲れた時に一口食べたくなるチョコレートの中に入っている大量の砂糖も、こういうものは全部合法ですけれども、依存性があって、でも過剰に摂りすぎると健康被害をもたらす劣気としたドラッグです。で、一方で違法薬物の代表格として考えられている覚醒剤、これも実は ADHD という病気の人たちに対して医薬品として処方されているという事実があります。じゃあ何が合法で何が違法で、その線引きはどうやって決まるのかということを考えたことはありますでしょうか？僕が大麻というものをドラッグから医薬品へと考え直すきっかけになったのが2016年10月カリフォルニアにおいてでした。当時フリーランスの内科医として働いてた私のところに興味深い依頼が舞い込みます。アメリカで大麻を医薬品として合法的に使いたいから一緒に来てほしい。その時の一緒に渡航したのがこの方、金森純喜さん。かつては大リーグシアトルマリナーズにトライアウトで入団して、向こうで野球選手としてプレーしたこともある彼は、引退後のある日、突然の頭痛と発熱で病院に担ぎ込まれます。そのまま意識がなくなって2週間集中治療室で治療を受けて、ついた診断名は、急性の脳散在性脊髄炎という、耳慣れない神経の奇病でした。かろうじて一命を取り留めるものの、目が覚めた時には手足の神経がズタズタで指一本動かないというような状態。それから5年間一生懸命リハビリをして、病院のありとあらゆる薬を使ってみて、それでも腰の高さの脊髄に後遺症が残り、両足の筋肉が突っ張ったまま麻痺して動かないと、そういう状態になってしまった。なんとか元の体を取り戻すためにできることはないのか、一生懸命調べた結果、たどり着いた答えが医療大麻でした。私と彼は2週間の間、サンフランシスコ一つの屋根の下で滞在して、彼は医療大麻を実際に使ってみました。そしてその様子を私は観察していた。大麻というものを使用してみると、彼の過剰に緊張した下肢の筋肉が緩んでですね、実際に足が曲がりやすくなる。歩いてみると日本にいる時よりも楽に歩ける。彼は万歩計を持参してたんですけれども、その記録が、病気をしてから5年間の最高記録が毎日毎日歩いていくと更新していくんです。そして驚くべきは、日本で歩くとですね、頑張った日の夜は足の筋肉が痙攣して痛くて眠れないという症状があったんですけれども、大麻を実際に使っている間はそういうことが一切なかった。その様子を見てた私は、実際にこうやって医療大麻というものが有効なケースがあるというのを体感するわけです。その後日本に帰ってきて医学論文を調べてみると面白いことが分かりました。彼が使っていた製剤とほとんど同じものがサティベックスという名前で、彼の症状と全く同じような病気にヨーロッパ30カ国ですでに医薬品として処方されている。しかもこのサティベックス、アメリカ合衆国ではがん患者さんの痛みを取るお薬として臨床試験を日本の大塚製薬が行っているっていうんです。そのようにして医療大麻に関する情報は英語ではたくさんたくさん、世の中に流通しているけれども、それを日本語にしてこの国にもたらす人が誰もいない。そのために情報の格差が生まれているということに私は気がつきました。そして自分で一つ一つ医学的な情報を調べて、それを
人々に伝えていくということを始めたんです。すると、大麻というのは私たちが思っているよりもずっと安全性が高いということが分かりました。こちらの図は2007年にランセットという有名な医学雑誌に報告された論文から引用したものです。身の回りにあるドラッグを合法なものも違法なものも全部集めてきて、じゃあ何が本当に危なくて何が安全なのか順番に並べてみようというそういう研究なんです。するとですよ、私たちの暮らしの中にあるドラッグで危険なものとして一番最初に出てくるのはなんとお酒です。その次にベンゾジアゼピン系の睡眠薬、そしてタバコ、大麻はその後になります。つまりこれは大麻というものの安全性がお酒、タバコ、睡眠薬と比べたときに高いというそういう科学的な根拠です。ちょっとお酒と比べてみたことをちょっと考えてみましょう。お酒っていうのはね、そこら辺のコンビニで買えますけれども、まあよくよく考えてみるとなかなか危ないドラッグです。過剰に飲んで、一気飲みで死んでしまう人、毎年出てますよね。で、多くの喧嘩とか暴力事件、性犯罪の陰にアルコールの影響というのはあります。じゃあ一方、大麻はどうなのか。大麻というのは呼吸中枢に作用しないので、どれだけ過剰に摂取しても死ぬことはありません。寝てしまうだけです。大麻を使用して暴力的になるということはありません。そのためアメリカでは、大麻はお酒よりも安全、safer というのをキャッチコピーにして、多くの人が合法化活動を行い、実際に10の州で住民投票により、嗜好品としてすでに合法化されている、そういう事実があります。そして大麻の有用性、これに関しても私たちは過小評価しています。日本ではお医者さんですら、大麻というものを鎮痛薬の一種類としか思ってない。けれどもそんなもんじゃないんです。今日本、アメリカのですね、がん患者さんで緩和ケア外来にかかっているような方、一説にはその4割が医療大麻というものを使っているという、そういう研究の結果があります。痛みが取れる、それだけじゃなくて、食欲がない時に食欲を増してくれる、吐き気を取ってくれる、うつ、不安、不眠、がん患者さんのそういう辛い症状に大麻は助けになってくれる。それだけじゃありません。がん細胞を選択的に小さくする抗がん作用があるということが、顕微鏡や動物実験のレベルで明らかになっています。大麻を使用したことによってがんが治ったという症例の報告はたくさんあっています。そしてがんだけじゃないんです。認知症とか、うつ病みたいな、今の日本の社会問題と直結しているような病気、喘息、転換、リウマチ、糖尿病、みんなが持っている、すべての人に関係している病気、そういうのを含めた200以上の病気や症状に対して、医療大麻は効果がある可能性が指摘されています。そういう話をするとですね、まあ大体、まあそんな都合のいい話があるかと、まあ怪しい奴が何か言ってるよと、まあ、そういう目で見られることが圧倒的に多いです。まあ確かに世の中に、その、いかがわしい健康食品というのがたくさん溢れていて、過剰広告というのは目につきますけれども、大麻に関しては、科学的な裏付けというのがしっかりあって、ね、日々、今日この瞬間も新しい論文が世界中から届いている。これだけのたくさんの病気に大麻は効く、その理由というのが、エンドカンナビノイドシステムと言われている、私たちみんなに含まれているですね、情報伝達の仕組みになります。どういうことか説明しましょう。取れました?今でもね、これ僕が投げたのを飛んできて、ちょっとビクッとして、脈が上がって、で手を伸ばしましたね。こういう人間の体の情報処理とか、運動というのはすべて詰まるところ、神経の興奮と電気的な伝導、そして化学物質のやり取りで成り立っています。その化学物質のことを神経伝達物質と言います。セロトニンとかドーパミンとか、皆さんが一回は聞いたことがある物質と並んで、人間の体の中にはエンドカンナビノイドと言われるものが、今この瞬間も私の体の中でも皆さんの体の中でも作られては分解されているということが、1990年代に明らかになっています。でこのエンドカンナビノイドというのは何をしているかというと、脈拍数を調整するとか、汗をかいて体温を調整するとか、そういう人間の自然なバランスの調整みたいなものを司っていると思ってください。そしてこれが機能しているのは神経の細胞だけじゃなくて、例えば免疫の細胞とか、皮膚とか、お腹の腸管とか、ありとあらゆる臓器でこれが役に立っている。このエンドカンナビノイドと大麻に含まれる成分、カンナビノイドと言われる有効成分が、
実は体の中で同じような働きをするということが明らかになっています。このエンドカンナミノイドというのが何らかの理由で具合が悪くなって足りなくなっている人がいるんじゃないかという仮説があるんですよ。確かに他の神経伝達物質に関してはすでに足りない病気というのが確立されているんです。例えばパーキンソン病という病気の人たちにおいてはドーパミンが足りないということが明らかになっていますし、うつ病の患者さんにはセロトニンというのを増やすお薬を、アルツハイマー型認知症の患者さんにはアセチルコリンというのを増やすお薬を我々は出しているわけです。じゃあ同じようにして体の中にあるエンドカンナビノイドが足りない病気はないんですかって言ったら、理論上はいかにもありそうな話なんです。それがただエンドカンナビノイドの不足によるものだと僕たちがまだ気づいてないだけです。それがどういう病気かというと、例えば偏頭痛、例えば過敏性腸症候群という下痢とか便秘を繰り返す病気、もしくは繊維筋痛症というレディーガガがかかっているというふうにこの前カミングアウトしたそういう病気、これが代表的なものと考えられています。なのでエンドカンナビノイドが足りなくなって具合が悪くなっている人たちに植物由来のカンナビノイドを体の外から補充してあげることで、その人本来のバランスを取り戻す、それによって体調が良くなる、これが医療タイマーが効くと考えられているメカニズムの一つです。そういうことが明らかになるにつれて世界中の国々で法律が変わりつつあります。今この瞬間2019年、世界の50以上の国と地域ですでに医療大麻というものは合法化されています。じゃあ日本ではどうなのか。日本には1948年にできた大麻取締法という法律がありまして、これが70年後の今も全く同じ形のまま残っていて、それによって医療目的の使用も禁止されているのが現状です。ただその70年前の日本においては大麻というのはそこら中で育てられてたんですよ。繊維作物として戦争中の着るものとかロープは全部大麻でできてたんです。だからその繊維が取れる茎の部分が法律で規制しないというそういう抜け穴が設けられています。その抜け穴を利用して今 CBD オイルというサプリメントが合法的にインターネットを中心に日本でも流通しており、こういうものが子どもたちの転換の発作止めとして非常に有効であること、これはすでに科学的に証明されています。私たちがそういう話をですね伝えていくと、実際に患者さんから問い合わせが来たりします。一つのケースを紹介させてください。生後半年の男の子、生まれた日から痙攣の発作が出て、病院でありとあらゆる治療を試してみたけれども抑えることができない。でご両親がいろいろ調べた結果、私が喋っている動画を見て私のところに連絡が来た。私はこの CBD オイルというものが患者さんに届くように手配をして、で実際に両親に痙攣の回数を数えてもらうようにお願いしました。すると飲み始める前1日に30回とか40回あった痙攣の発作というのが、飲み始めてからおよそ2週間で完全に消失しました。このことに驚いた私はドラベ症候群という同じような転換に悩む患者会の家族の方々にこの話を伝えました。すると彼らもこれは伝えるべき情報だということで、何か手伝いたいと私たちが作ったレポートを日本転換学会というお医者さんの集まりで配ってくださいました。その中に、ね、聖マリアンナ医科大学の山本先生という方がいまして、こういうものが日本でも子どもたちに対して使えるべきだということで臨床試験をしようと言ってくださいました。そして我々は力を合わせて今年の3月19日厚生労働省から臨床試験を行ってもいいという回答をいただきました。大麻がこの国で違法薬物として禁止されて70年、ようやく一歩目の扉が開こうとしています。でもこの医療大麻というもの、ただ一つの医薬品の認可の話じゃないんです。大げさかもしれないけれども、これはパンドラの箱の底から出てくる最後の希望みたいなものじゃないかと私は思っています。今日本の、ね、医療制度っていうのはもしかして世界で一番優れているかもしれない。救急車を呼べば15分で迎えに来てくれて、どんな人でも手厚い医療を受けることができます。でも今日本の医療費いくらかご存知ですか？42兆円です。年に1兆円ずつ増えてます。5年後10年後この制度が今と同じように続いているということは誰にも約束できない。もしかすると
民営化して、ね、今の仕組みはなくなるかもしれない。そうなったらどうなるのか。アメリカみたいにお金がある人は手厚い医療を受けることができるけれども、お金がない人はお家で我慢するしかない。そういう時代がやってこないとは限らないんです。そんな時にですよ、このいろんな病気に効くかもしれない薬草を自分の庭で、プランターで育てて、自分の体調は自分で管理する。それによって健やかに楽しく暮らしていくことができれば、それは素晴らしいことだと思うんです。医療というものをもう一度暮らしの中に、自分たちの手の中に取り戻す。それが私の考える医療大麻のある未来です。ありがとうございます。